昭和63年10月24日生まれの山田亜希と申します。趣味はピアノを弾くことと、読書をすることと馬に乗ること。子どもの頃は長野県の八ヶ岳の麓あたりにある乗用馬って乗馬用の馬しかいない牧場に住んでいたんですけど、一見、外面のいい子ってよく親が言われてたんですけど、初対面の人に対してはすごい照れちゃって、なんか猫かぶるような子供でした。お母さんに怒られた時とかに、牧場の中に兄と一緒にこっそりこう逃げるっていう、で夕飯まで逃げ惑うっていうこととかはやってました。周りが言うには、まず女の子か男の子かじゃなくて野生児っていう。小さい頃の夢はモンタナの風に抱かれてっていう映画を見て、その映画なんかホースウィスパラーって言って、馬と話をして馬をこう癒していく男の人の話なんですけど、本当にそういう人がいるんだっていうことを初めて知って、一日こう馬をずっと見るとか、馬に乗ってる時にも今こう何を考えてるのか考えながら乗るとか、自分でホースウィスパラー修行みたいなのをやってましたけど、もともとは美大じゃなくて農業系に行こうと思ってたんです。でもなんかこう畜産っていうとちょっと違うなと、馬との関係の仕方があまりにもざっくりしているし、そういうドライな関係じゃなくて、もっとこう近い関係がいいって思った時に、なぜか馬作ればいいやっていう風になっちゃったんですけど、感じてほしいことは存在感を第一に感じてもらえればいいなと思ってやってます。作品を置く場所によってもその作品を感じ方が、みんなさん変わってくると思うんですけど、見る側の心を何かしら刺激できるものがあればいいと思っていて、それが今は存在感っていうところではあります。大学に入るために3年間浪人したりだとか、そういうこうちょっと時間が、自分のことを考える時間が人より多かったんですけど、制作をしている間も無心にはなれないので結構考えてるんですけど、そういう考えることで気づいたことが、人は一人じゃ何もできない。そんな簡単に答えなんて出ないんだなっていうことを、全然うまくできないこともそれなりに頑張るっていうふうに言っちゃうと簡単なんですけど、要領がつかめるようになってくるとすごい簡単にできるようになったりするのとか、生きることってつらいですけど、諦めずにずっとやってるといいことが待ってるんだなって、本当なんだっていうのが
美術をやりだして気づいたことではあるんですけど、まあ、それはなんかいろんな、まあ、他のことにも言えてるんだろうなっていうふうに思ってます。まあ、今やっていることがどういう方向に落ち着いていくのかわからないんですけども、そのわからないことにちゃんと逃げずに近づいていきたいなと思っていますけど、もっと自分を深めたいなと思いますし、自分を深められれば人にもちゃんと伝えられると思うので、そういう方向性で今は自分を精進させていきたいと思っています。